曹休は中国語漢末期から三国時代の義の武将。字は文裂。曹操の俗詩。祖父は宋家へ。父の名は不明。子は曹はじめ、曹三ら。孫は曹教。宋孫は曹宋式。原孫には曹、らがいる。三国式詩、諸家高宋殿につてがある。戦乱で距離を離れ、早くに父を失った。 父の埋葬を済ませた後、老母と共に、かつて祖父が大使をしていたクレ軍に渡った。曹操が拒兵したと聞き、変名を使い刑事経由で故郷に帰還して、曹操の下に赴いた。曹操は側近たちに向かって、この子は我が家の千里の小まなりと言い,い、早急を褒めた。その後、曹起同様に曹操から可愛がられ、育てられた。常に曹操の性罰に従い、 小兵器の式に、族兄弟の宋臣と共に当たった。218年の漢中攻防戦では、紀といとして、族父の総公の軍事に参加し、事実上の首相となり、劉備軍の計略を見破って、孔乱、雷道羅を大破し、長飛、馬長羅を敗走させた。長安に帰還すると、中両軍に任じられた。総飛が、義王を継ぐと、両軍将軍、東洋抵抗となった。 呉に備えていた、加去厚氏が死去すると、その後任として、陳南将軍、仮武士、都督諸軍事に任命され、任地へ赴く際には総費自ら手を取って、見送られるという工具を受けた。医療の戦い直後、孫健は武将を派遣して、兵費に駐屯していたが、総急はこれを破り、武庫にある数千の陣営を焼いたという。 これを見た前奏が兵ヒを固守して臨時に敵と戦い、義軍を打ち返し、敵味方とも犠牲者が多かった。早急は、正党将軍、洋州志士に任じられ、暗陽高校となった。この頃に、母が亡くなり、早急は飲食も受け付けず憔悴し、早妃から心配されたという。義は、呉に対して、構成をかけることに決め、奏人、早急、奏心、過去なと合わせ、 三素寺よりクレを攻めた。早休は、政党大将軍となり、仮設越を与え、長領ら二十六軍余りの葬式を取った。クレの両藩が、女性、前僧らと共に、道口で、早休を迎え撃ったが、両藩の戦団は、暴風雨に襲われ多くの船が転覆、流されたりした。早休長領、増派、柿、王領らは、一緒に、両藩を攻撃し、 約数千人を溺し、戦死させた。また、増ウに明治女領を襲撃させ勝利し、再度増ウに明治五軍を追撃し、クレ軍の女性、前奏は増ウを反撃して破り、義軍の数千人は撃破され、インドを撃ち取ったが、増ウが大敗した。クレ軍は、勝利に乗じて、早急、長領などを打ち破り、旅藩らに大敗したことにされている。大敗した早急などは、 ガサイ軍の異様に恐れをなし、そのまま軍をまとめて敗退した。総級は、要州牧に任命され、クレの備えを任された。226年に、総費が死去すると、後を継いだ総英から、徴兵公に封じられた。孫権の将校の新徳が、官場に駐屯していたが、総級はこれを破り斬首した。反創、敵胆なクレの将軍は、軍勢を引き連れて、 早急に基準してきた。この項で大芝に昇進し、所領の数を得た。228年、芝居、柿と共に三方面から御聖罰の任に当たったが、偽りの基準をした、クレの宗法の誘いを信じて、自ら10万の兵を指揮し、クレ深くの勘定まで進軍させた。駆けつけたばかりの、カ王子は宗法を疑い、早急の敗北に備え進軍した。 柿の予想した通り、周宝の罠にはまった早急の軍勢は、陸村軍の挟み撃ちに相対敗したが、当時敗下であった王の奮戦と、カ王子が援軍に駆けつけたことにより、早急の命だけは助かった。早急は命からがら敗走してきたが、総英に柿の進軍が遅すぎたからだと逆恨みしたという。やがて、早急は敗戦のショックにより、悪性の使用を患い、 それが原因で間もなく死去した。双行の死亡を送られ、この双始めが後を継いだ。生死4年秋7月、双方は生直を下し、双方の病庭に、更新20人を祀った。その中には双安も含まれている。2010年5月17日、中華人民共和国河南省文物局は、同省落葉氏、もう一試験で、早急の墓が発見されたことを発表した。 二世紀頃に造営された東西50メートル、南北21メートル、深さ10メートルの寮母の中から、被葬者とおぼ式約50歳と推定される男性と約40歳の女性の遺骨が発見された上、副装品の同性印鑑の文字から早急の墓と断定した。小説、三国支援儀では、金、羅の反乱軍を早急が、 大佐村の知らせを受け、鎮圧したことになっている。また、宗期のクレエンにも従軍し、旅藩に大敗したことにされている。最後は、生死と同様、州法の罠にはまり、陸村軍に敗れるも、柿の火星で、落葉に戻り、間もなく、使用をかかって病没している。ありがとうございます。